日本ではアニマルポリスの導入は進みません。もし進んだとしても保護犬の数や殺処分の数は増えます。お疲れ様でした。こんな未来嫌ですよね。今日は日本が抱える根本的な問題と、こんな暗い未来を変えるためにはどういうことが必要なのかお話ししていきます。おー、というわけで始めていきましょう。保護犬たちのパックリダミサのバリでございます。今日は悲しいお知らせがあります。日本ではアニマルポリスが設置なかなかされませんし、ちゃんと設置されたとしても保護犬の数は増えて殺処分の数も増えてしまいます。お疲れ様でした。まあもちろんね、今日はそんなことが言いたいのではなくて、まあアニマルポリスがね普及しない日本の問題を考察しつつ、これから何が必要なのかっていうのをお話ししていきます。そりゃ広まらないですよ。アニマルポリス調べるのにも情報少なすぎてめちゃくちゃ苦労しましたよ。でも今週はねアニマルポリスについて解説しますって先週言っちゃったから、頑張ってね少ない情報から一生懸命調べて、これから発表しますんで、もう本当にいいねとコメントだけお願いしますよ。というわけで今日は、日本のアニマルポリスの、導入の壁、あとは保護犬保護猫であふれかえる未来、そして最後にアメリカのアニマルポリスはどうなっているのか、ここはねアメリカっていう国は意外と参考にした方がいいんじゃないかと思っておりますので、最後にお話ししておきます。という以上のですね3部構成で今日はやっていきます。昨日ちょっとテンション低かったんで今日はテンション上げてやっていきましょう。早速ですね、いきなり、アニマルポリスが抱える根本的なね問題、日本での問題にズバッと入っていくんですけれども、日本の法律の壁はねどうやら所有権というところが問題になってくるそうようです。まあ、要するに例えば虐待をしている人を見つけたとしても、その飼い主が所有権を主張してしまうと、まあ、救い出すことができないということなんですね。まあ、これは今動物愛護法の問題となってるんですけど、例えば犬のジョン君がまあ虐待されていると、まあどう見たってね、あれ、どう考えたってどう見たってあれ虐待だよねっていう状態であったとしても、まあもしね、それが仮に完全な違法状態だったとしても、その飼い主が、ジョン君の飼い主が、この犬はわてのもんやって言い張ったら、所有権は飼い主なので保護できないという問題があるんですね。なので例えば、その虐待現場にあなたが、遭遇したとして、ジョン君かわいそう、なんとか救わなきゃって言って、こうジョン君捕まえてパパパパパパパって走っていくとするじゃないですか。これは窃盗罪になってしまうということなんですね。なので法律の問題としてですね、違法状態と認められる、まあ例えば虐待をされているとか、そういうですね、まあ違法状態と認められる場合は一時的に所有権を停止するという法改正が必要になってくるということなんですね。この壁がクリアになって、ようやくですねアニマルポリスの活躍の場が増えていくということなんですね。なのでその時に備えてですね、今のうちからアニマルポリスになる人はどういう研修をするのかといったことをですね検討しておくっていうのが、大事なことだと思います。政府の人、早め早めに動いていきましょう。今日はですね少しその先にある問題っていうのを考えていきましょう。まあ先週ね散々の数値規制って騒いでたんですけど、実はねこの問題って数値規制とも絡んでくるんですよね。そのアニマルポリスが活躍する、数値規制が、機能して悪質ブリーダーがブリーダーされる、そうなるとですね虐待している人が見つかる、悪質ブリーダーが見つかる、そうなるとそれだけ保護犬保護猫の数が増えるということになりますよね。ということはつまりアニマルポリスが活躍する、ためにはですね、保護された動物の命を預かる施設、まあ時間が来たら殺処分されてしまうし、保健所ではなくてですね、生きるための保護施設っていうのが必要になってくるんですね。数値規制がしっかり機能してですね、悪質なブリーダーを排除するためにもこれは必要ですね。要は保護犬保護猫の受け皿となる施設が今以上に必要になってくるということになるんですね。そうは思いませんか？だって受け皿がなかったら殺処分されてしまう犬猫が増えるだけになってしまいますよね。もちろんね、考え方としてはですね、人間の世界にもあります。コラテラルダメージ。これはなんだ、日本語で言うと何て言うんだろうな。巻き添えを食らうとか、必要な犠牲とか、そんな意味になると思うんですけれども、でも少し先を考えればですね、まあこういうことが予想できるのに何もしない、
何も対策をしないっていうのは、これは必要な犠牲じゃなくて不必要な犠牲になってしまいますよね。なので国とか政府にですね、対する僕の要望としてはですね、早く動物愛護法を一部改正して所有権を一時停止させられるようにするっていうことが一つで、二つ目としてアニマルポリスが活躍できるような人材の確保と育成っていうのをお願いしたいと。で、そしてですね、保護動物たちの受け皿となる保護施設をたくさんね、用意しておいてくださいということなんですね。要は保護施設の拡充っていうのは、これからね、数値規制を使って本格的にその悪徳業者を炙り出して、締め出して追い出していくのであれば、やっぱりこれセットで必要なことで、じゃないと数値規制決めたはいいけど使えないとか、虐待者捕まえたのに叩かれる、こんなのがですね、政府の人の心の俳句ということになってしまいますということですね。で、これがですね、今のところ日本の現状とこれから予想される未来なんですけれど、一方海外ではですね、アメリカポリスじゃないや、アニマルポリスって、まあ、人気の職業なんですね。なので、アメリカのアニマルポリスについても調べたので、ちょっとお話ししておこうと思います。それアメリカでね、この職業人気出ますよ。だって、アニマルポリスに関するテレビ番組あるんですよ。その名もですね、アニマルコップス。というものでして、まあ、全編英語なんですけど、まあ、興味ある方は見てみてください。まあ、これ見たらね、アニマルポリス興味出ると思いますよ。だって僕今アニマルポリスになりたいですもん。なれるんだったらね、アメリカ行ってちょっと研修とかね、修行とか受けたいぐらいですよ。で、アメリカのね、アニマルポリス、大きく言うとですね、HSUS っていう団体と、ASPCA、まあ、正式名称は覚えなくて大丈夫です。二つのね、大きな、アニマルポリスとして動いてるところがあるってことだけ分かっていただければ大丈夫ですね。まあ、もっと正確に言うとですね、もうちょっと複雑なんで、まあ、本当にざっくり分かっていただければ大丈夫です。まあ、所詮というか、まあ、アメリカの話ですからね。はい。で、HSUS は、まあ、政府から一部、資金援助を受けているんですが、まあ、基本的にはどちらの団体も民間からの寄付によって成り立ってます。しかもですね、この ASPCA、よく調べてみたら日本の車メーカー、スバルさんが協賛で入ってるんですよ。トヨタさん、僕、頑張ってアニマルポリス作るから協賛してくださいよ。まあ、それはさておきですね、ASPCA は、まあ、北アメリカで最初にできたアニマルポリスなんですね。で、なんとね、1866年にアメリカでね、動物に対する残虐な行為っていうのをなくそうぜ、防ごうぜっていうことで、ヘンリー・バーグさんという方が設立した団体だったんですね。まあ、この二つの団体以外にもいろいろあるんですけど、アニマルポリス、まあ、警察と言いながらですね、実はほとんどの団体は民間の組織なんですね。で、限定的に警察権が与えられているということなんですね。警察権って犬の方じゃないですよ。警察権じゃなくて、警察権、捜査権とかね、逮捕権とか。そういう方の警察権ですからね。今はですね、もう2013年からかな、ニューヨーク市警、まあ、NYPD でですね、業務を引き継いでしまっているということなんです。もうね、当然のようにアメリカではやっぱり保護シェルターたくさんあります。まあ、国土も広いですしね。で、保護された動物はその施設に一時期、一定期間、収容されて、その間に里親を見つける活動をするということなんですね。でね、もうこれぐらい歴史が長いとですね、どうやって動物虐待をその通報すればいいのかっていうのがね、こと細かにね、市民にも通達されてるんですね。まあ、こんな感じです。まあ、簡単に和訳しますとですね、a concise written factual statement of what you observed。 だから、まあ、あなたが見たことをですね、正確な事実に基づいて文字にして、ということで、まあ、その時のね、日時を、まあ、可能な限り書いて、まあ、その法執行機関の人に、渡してほしいということですね。で、フォトグラスブロッキーシーンだから、まあ、その動物、虐待されている動物の場所と、あと動物と、あとその周りのエリアを写したね、写真を出してほしいと。ただし、do not enter another person's property without permission なんで、まあ、他の人の敷地の中にね、許可なく入ったりしないということと、あと、まあ、よく知らない動物で、まあ、怖がっていたりとか、まあ、痛そうにしているね、よく知らない、あんまり仲良くない動物にはね、みだりに、こう、近づかないようにということですね。近づかないでくださいということですね。で、if you can provide law enforcement with names and contact information of other people who have ということで、そのアニマルポリスかに、まあ、その虐待面現場をね、見た人の名前とかコンタクトインフォメーションをくださいと。で、it is
It is possible to find an alternative person, but please consider providing your information in the case is more likely to be willing to stand behind the...まあ、匿名の情報でも大丈夫なんですけど、できる限りですね、名前を教えてほしいということなんですね。その目撃者がいたりとか、あと裁判所でね、証言をしてくれる人がいると、そのケースが、まあ、ケースって言わない？ケース？ケースがまあ進めやすいから、だそうですね。すごいですね。しっかりしてますね、やっぱり。まあ、日本だとちょっとね、この辺まだまだ曖昧ですよね。まあ、まだできたばかりですからね。そもそもだってアニマルポリスに関するね、もう書籍とか情報が少ないんですよ、日本。そりゃ、アニマルポリスになりたいって人は日本じゃなかなか出ないですよね。アメリカとかね、外国だと、まあ、人気の職業ランキングでも結構上位だっていうことなんですけど、まあ、日本じゃこのままじゃね、まだ人気職業ランキングでは上の方には来ないですよね。というわけでですね、今日は、アニマルポリスについてですね、日本が抱える現在の問題、あとは未来に出てくる問題っていうのを予測しまして、最後に、アメリカのアニマルポリスっていうのをお話ししてきました。まあ、アニマルポリスちょっとね、参考になる、アメリカは参考になるんじゃないかって言ったんですけど、まあ結構国がね、結構限定的に権力を与えているっていうことで、やっぱり民間の寄付、協賛ですね。まあ、ここがね、やっぱアメリカすごいですよね。日本ではなかなか寄付の文化が、まあ、根付いてこないと。いうことなんですけど、まあ、これからですね、まあ、ちょっと今度の次の動画かなでお話しすると思うんですけど、まあ、国に対してはね、今日言ったようにですね、早く動物愛護法を改正して所有権を一時停止させてほしいっていうことと、アニマルポリスがね、活躍できるように、まあ、人材の確保と育成をお願いしますということと、あとは動物、保護動物たちの受け皿となるような保護施設の拡充、っていうのをお願いしていきたいということなんですけど、まあ、これに関して、ね、あくまでもまあまあ僕の意見なんですけど、まあそんなに外した未来予想ではないと思うんですよね。で、まあこういうふうにね、国に意見を言うっていうのももちろん大事なんですけど、まあ僕としてはね、やっぱ国なんかに頼ってられないんですよね。なので僕たちの力でやっぱり、アニマルポリスをね、設置していくとか、アニマルポリスをなんとか、やっていくっていうことがね、必要になってくると思うんですよ。まあそういう点でね、やっぱりアメリカっていうのは、まあもちろん、国も協力してくれてるんですけど、国に頼りっぱなしじゃなくて、国民側も何かしてるわけですよね。一緒に寄付をするもそうだし、通報するもそうだし。なので、やっぱり、僕たちが頑張らないといけないかなということでね、アメリカとか、まあ、外国のアニマルポリスっていうのも、まあ、参考にね、していかなきゃいけないかなと思っております。だから、今日はね、国に対して、まあ、ちょっと文句と言いますかね、まあ、要望を言ってしまいましたので、まあ、これから、僕がどうしていくべきか、今考えていることですね、お話ししていきたいですね。で、まだね、何も保護活動していないということで、ね、逆に言うと何にでもなる。もう僕は色は白なんですよ。白にはね、赤を足せば赤くなりますし、もう本当、何にでもなるということなんですね。なので次の動画ね、金曜日か、土曜日か日曜日、どっかになると思うんですが、僕がこれから始めたいですね、保護活動について、語っていきたいなと思います。今考えている中ではですね、まあ、とにかくまずは保護活動始めないとですね、こんなね、国に文句言ってたって何も始まりませんから、まずはもう自分がやっていこうということで、今考えていることをお話ししていこうと思います。まあもちろんね、カフェはいずれ開きます。ただですね、まあその前にもっとリスクなく、もう保護活動を始められるんじゃないかなと思っておりますので、そのプランをお話ししていこうかなと思います。まあ今日お話ししたようなですね、アニマルポリス、まあもしかしたらアニマルポリス的な存在になるかもしれませんしね。なのでね、そういう話、まあそういうことにも触れるようにね、今考えております。まあこういうふうにね、いろいろ勉強しながら情報発信していくとですね、自分の活動どうしていくべきかっていうのも考えながら、行動、活動ができるっていうのはね、非常にいいことだなと思っております。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。というわけで、ここまで見ていただいた方は必ずいいねとコメントよろしくお願いします。You give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more.